ングでやっていきたいと思います。ネームプレートを作りたいと思います。ケーキの中、そのネームプレート、こういうやつ。よし、じゃあもうみんな準備 OK？ OK、じゃあ行こうか。可愛いです。これも2番で大きいけど、なんか新鮮だと思う。私もそろそろメレン絶対いいと思う。可愛いです。似合ってます。でも可愛いよね。可愛い。これ使いそう。でもやっぱりキャップはやりたいんだよね。うん、めっちゃ使ったから本当に、うん、びっくり使ったから。お、サンライザー。やろうか。これ木島さんどういうことですか、うん、これ後ろに垂らすやつが入ってるとか。これ木島さん一押しらしいですよ。ここにね、日よけが入ってる。でも確かにいいな、これ。パターンでできるんで、ちょっと大きく、ちょっと小さくとか。そうで、これの形、これもなしだから、うん、こっちの形の方が私好きなんですよね、うん、でもな、この形とこの形どっちが好きやった？こっち。あ、こっちなんや。え、違うの？ちょっとな、似てるけど、一番の広さと角度が違ってて、そっちの方がちょっとやっぱり女性っぽい感じはするのかな。どっちの方がいいの？ W14 番。それがカスノコシでして、あれ、ちょっと点々が残ってるみたいな。そうです、そうです。わかんない、どれぐらい見えてくるのかが、うん、これってどの帽子ぐらい、これぐらいかな、色見て、ション的にこれで作ったら並べないとわかんないぐらい白いと思います、うん、この素材あっちの方がファッションなんじゃない、今の方が。バケットの方でもいいかも。あんまりこういう感じのカジュアルに持っていくと、ちょっと違うっぽいよな。このぐらいのモード感、これベージュ系と黒、黒と白じゃない、これよりかは白くて、そんなことない。はい、打ち合わせ終わったので今からお買い物です。ちょっとお店の方にやってきましたので、可愛い帽子を探したいと思います。なんかさ、久しぶりじゃない？久しぶりです。さ、
ないの。はい。これ持ってたと思うんだけど、これ持ってたんかな。かわいい帽子がありすぎる。ああ、一瞬。なこちゃんがベレー帽かぶってるからさ、かわいいじゃん、ベレー帽もね。どう？かわいいです。これで似合ってます。はい。とてもかわいい。でも、使いそうだな。ちょっと候補ここに並べてみていいですか。楽しいです。あ、でもさ、このウールキャップ、あ、このグレーもかわいいな。大変です。かわいいです。大変です。これもさ、かわいくない。このグレーのさ、この感じのキャップもさ、ネイビーのさ、ちょっとっちりしたコートとかに、かわいいね。大変。ネイビーもさ、品あるくない？品あります。大人っぽい。リココとトウキのお誕生日パーティーをするので、なんでしょう。はい、さよなら。お誕生日会するのでみんな来てくれてまーすという。まーすということで誕生日。はい、レッツゴー。はい、レッツゴー。三人入れたしさ。慣れたもんですね。さすが。手際がいいですね、ひなちゃん。おめでとう。おめでとう。
カルビッシュ。せーの、おめでとう。クラネのプレスで活躍してお金を稼ぎたいと思います。頑張ってください。おめでとうございます。学校では、おめでとう、ヤッホー、ハッピーバースデー、ありがとうございます。